ぬらりひょん、オフィシャルオーサライズ。オーサライズって何？つまり、ぬらり印のことだ。ねえ、ダッサー。なんか、急激にダッサー。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、第一の Y サークルに到着したよ。ぬらり師匠だけかと思ったら、エンマもおったんやね。この Y サークルでは攻撃の妙の修行を行う。覚悟ができているならば、この修行について説明しよう。私までぬらり師匠って呼んでしまったよ。お久しぶりです、ぬらり師匠。マズラとの決戦を前に、さらなる戦力強化のため、ぬらりひょんに修行を受けることになった。第一の Y サークルでは攻撃の妙の修行を行うという、ぬらりひょんの修行を受けよう。天才たちのブレイクスルー一巻。よし、調査開始。うん、多分これ三巻まであるね。攻撃の妙では、その名の通り、敵への攻撃のコツを学んでもらう。ただ闇雲に攻撃するだけでは、スーパー Y 戦士にはなれん。相手の弱点を把握して、どの攻撃をすれば的確かを考えるのだ。うん、この修行が特に必要なのは、人兵だな。人兵は強制参加してもらうぞ。久々にみっちり鍛えてやろう。あ、じゃあそこでメンバーが、固定されるメンバーが一人は必ずおるってことかな。では、修行を始めるときはまた私に声をかけるといい。クエスト、お久しぶりです、ぬらり師匠発生。調査を開始しよう。おし、行きますか。第一の Y サークルか。謎を解いたのが随分前に感じるな。攻撃の妙だ。私が呼んだ俺たちの仲間になりたくて、実は想定外の敵が現れてたんだよな。ある人物の心が暴走し、記憶を奪われたくせに適当なことを言うんじゃない。お前たちの中に関わりが深い者もいる。先輩、え、何、誰、どうしたんですか。しばらく会っていなかったからな。ちょっとその不安が膨らんだのだな。やめろ。その怨霊を倒すのも今回の試練だ。では修行を始めるか。しばらく会ってなかった。何、誰。ヌラトレファイティング。第一の Y サークルで行われる修行は攻撃の妙。相手の弱点をつかみ、的確に攻撃するための修行だ。しかし、想定していなかった敵まで現れたという。ぬらりひょんの修行を受け、さらなる力を手にしよう。人兵と共に、ぬらりひょんの修行に挑もう。挑戦。え、ここが攻撃でさ、多分次防御やろ。うびっくりした、すでにおった。おっしゃー。最後は何？いけるぜ。行くぜ、行くぜ。ブルームーン。ブルームーンが君を照らすよ。照らすよ。ブルーストリーム。何秒？決まったね。一応ね、またなんか正義の光で悪を自身に沈むがいい。何秒？ほら、付け替えてきたよ。見て見て、エルゼミキは味方として出てくれるよ。嬉しい。決まったね。ストーリー上はちょっとお亡くなりになってしまったけど、メダルをね、セットしたけん。ブルーストリーム。仲間として一緒に戦うよ。そういうのいいよね。あの、なんか名前忘れたけど、エルゾメキアの進化版みたいなやつもセットしとるよ。え、コマさんの母親？これ？バッテンママギラス。いや、ちょ。行くよ。ダメバッテン！うちの子を危険な目に合わせる。コマさん、アレク、生ゴミが嫌い？決まったね。火は苦手って言われても、こっちブルームーンなんすよね。バッテン。いや、まあ、そこら辺やっつければまあ大丈夫でしょう。イエーイ、ブルーストリーム。声に強いですって。なんてこと、相性悪いんじゃないですかね。行くよ。あれ、掃除機？怖っ。体に巻きついてるよ。イエーイ、決まったね。恐ろしいよ。これはどう？どうすか、どうすか。凍結弾には強いということなんよね。行くよ。ブルーストリーム。あれ、どこ行った？ご覧くなったんですけど、火に弱いってことはメラとかが追ってくれたらよかったかな。そこだ。あとちょっとだ。吹っ飛ばされたけど、ポーズなんすか、そこ。気絶してよ、ちょ。モモンガレリーになります、私。いや、ねえ。いくよ。ガガガガ。正義の光で悪を焦がす。モフモフトルデー。ダメ
バッテンバッテンモフモフトルネードが何系の技かは知らんけど、アメリカン、あとちょっと、いくよ、もういけるのでは、いくよ、あー、ここ、うぃすごい押された、回復、回復、いくよ、バッテン、お、ジンペイがやっつけた、逃げられると思うなよ、もう2枚もメダル落としたやん、バッテンママギラス、力になれたかな、イエーイ、へへん、オッケー、カズの母ちゃん大丈夫だって。バッテン。元気で安心だバッテン。うん。ちゃんとわかるんすか。ヌラテンファイティング大変よくできました。やったね。おっしゃ、クリアしたぜ。お、なんか周りから気が。かなりハードだったが、おかげで力が増した気がするな。レベルも300台に上がったしね。このくらいなら、もっときつくてもいけんじゃね。やめて、同じぐらいのレベルでいいよ。ほう。期待通りの成果だな。動きにもさらに磨きがかかったようだ。そうなのか？よし。よくわからんけど。今行った修行をよく覚えておけ、うん。小さな力で大きな相手と戦うには、無駄な動きをなくし、一点に集中する必要がある。なるほど。無駄な動きだらけやったな。そして、一撃必殺で、敵の弱点をつくのだ、うん、力でねじ伏せるばかりの戦いじゃない。弱点をつけばそれだけ有利に立ち回れる、うんうん、これは N 星人との戦いにおいても重要だ。もうみんなめっちゃ普通に N 星人って呼びようよね。お、あ、だってそれってあれやろ、ウィスパー発信ってことやろ。お、変身メダル、アースウォーカーノアを手に入れた。へえ、やった、何パワーアップした、なんか出てきた。やったやった。お前が修行を乗り越えたことで妖怪ヒーローの力が底上げされたんだ。それにウォッチが反応し、うん、新たなメダルを生み出したというわけだ。じゃあまた新しい技とかも増えたんやね。ジンペイよ、試してみろ。ほう、はい師匠、変身。見た目はなんか変わってない感じやったけど、なんか違うんかな。変身シーンも特に変わりなく、わからん。わからん。結局南極アースウォーカー。はぁ、あ、何言ってんの、なんかシャレ言い出して。アースウォーカーがちょっと明るくなった、性格が。ものすげーパワーを感じる。さすがだぜ、兄貴。ちょっと色ついたんかな、よくわからんな。アースウォーカーノア、うんうん、ノアとは。その神秘的な響き、やはり語源はあのノアの箱舟から。お、そうなの。違う、お前たちは私の同門。ノアとはその証である。ヌラリヒョンオフィシャルオーサライズ。オーサライズって何。つまりヌラリ印のことだ。ねえ、ダッサー、なんか急激にダッサー。ダサくね。ですよね、思うよね。バカな。ま、強くなりゃ何でもいいさ。それをかっこよく言ったらノアになったよね。解説してもらう方が良かったかも。どうした。何。いや、何でもない。何ゆえよ、気になる。俺の中に別の何かが存在しているような気がしたが。ん？どういうこと？気のせいか。別の何か？まだ他に何か？ジンペイがアースウォーカーノアに変身できるようになった。だって別の何かってミケッティオで変身しとんやけんさ、あの3匹がおるってことやろ？それとは別に？クエスト、お久しぶりです、ヌラリ師匠、バッチリ解決。イエーイ、天才たちのブレイクスルー一巻。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。
ということで次は第2の Y サークルか。え、次は誰が鍛えられるんやろ、メインで。多分それぞれ誰かメインで鍛えられて、また変身が増えていくって感じなんかな。やとしたら今までにパターンが出てない子たち、コマさんとかかな。